はい、川沿い歩いてたらホタルいましたね。ちょっと分かりやすいこの車の上に今置いてるんですけど、平家ボタルか源氏ボタルかどっちか、これ光ってんの分かる？やばい、早速マイマイかぶりいた、びしょ濡れださっきまでの雨で、え、やべえ、関東で初めて、あ、やばいやばい、はい、前々かぶり捕獲しました。ちょっと関東のやつ初めて取ったんで、こいつ持ち帰ります。でかいっすね。いいサイズですね。いいサイズの飛びずムカデ、レッドレッグ。でかいな、本当に。でかいですよ。おーおーおー、怖い。これ噛まれたら痛いな。お、かっけえな、やっぱでかいと。でかいですね。やばいサイズのザリガニがいる。これでかいっすよね、だいぶ。でかいですね。伊勢エビみたい。伊勢エビ見たことないし。うわ、普通に歩いてんだけど。うら、うう。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。これ挟まれたらやばいっすよね。怖っ。やばいやばいやばい、でかすぎる。え、これマジやばいよ。こんなザリガニめったにいないよ。それぐらいでかい。うぅぅぅぅ、これ挟まれたら絶対血出るわ。はい、ここがね、マムシがよくたまる溝なんですけど、ちょっと水流れてますね、大雨のせいで。で、どこですか。おぉおぉおぉやば、これ、ヒキガエル、でっか。え、これやばいな。え、このサイズやばい、マジで。大引きガエルかっていうぐらいでかいっすよ。うーわ、俺 やばいよこのサイズ。こんなでかいのいるんだ。なんか全然逃げない。あ、今取ったやつね、手に乗せたらこんな感じ。マジで手のひらと同じぐらい。うわ、でけー。はい、皆さん、やばい、駐車場の街灯とこなんですけど、これゲンゴロウっすね。いるんや。いや、結構ね、周りホタルがいたりとか田んぼあったりとかするんやけど、まさかいると思わなかったっすね。街灯に飛んできたっぽい。うわ、マジか。いやー、ちゃんとゲンゴロウ見たの久々やな。北海道でガサガサでは撮ったことあるんですけど、こっちの方であんま撮ったことないんで嬉しいっすね。え、ちょっとこいつあんま持って帰らん方がいいかな。せっかくやから飼育したいな、また。これは牛ガエルですね。もうこれ顔が完全に牛ガエルだ。え、結構ちっちゃいな。てか、なんでこんな道路にいるんだろう。おー、特定外来です。え、全然取れるんやけど近所の川やったらこんな簡単に取れないよ。網で近づくだけで逃げますね。そうなんですよ、こいつマジで警戒心。え、なんか弱ってんな、あんま元気ないっすね。あー、そうでもなかった。はい、またカエルいたんすけど、これヌマガエルがミミズ食ってます。ちょっと食う瞬間は撮影できなかったんですけど、ほら、これわかるかな、口、ミミズくわえてますね。こいつお腹すげえな。結構食ってんだろうな、こういう道路に出てきたやつ。うおー、活発っすね、カエル。ジメジメしてるから。これシュレーゲルアオガエルですね。アマガエルかと思ったけど、ちょっと違いますよね。お、かわいいな。結構鳴き声綺麗なんですよ、こいつ。はい、これはヒキガエルですね。おお、ヒキガエル、こいつも毒持ってますからね。おお、やっぱ夜になったら歩いてますね、ヒキガエル。で、さらにですね、どこだっけ、あ、そこか。おい、ああ、ここにもいます。天くんが見つけました。あ、こいつ結構でかいっすね。はい、うわー、これ独占、これ独占なんですけど、
パンパンです。はい、またカエルっすね。今日何種類目だ、5種類目かな。カジカガエルです。あの川沿いですげー綺麗な声で鳴くやつ、ヒュルみたいな感じで鳴くやつですね。おお、やっぱ川沿いにはいるな。バカでかいトビズムカですね、イエローレック。ああ、これ本当立派ですね。あの僕はずっと飼ってたトビズムカレと同じぐらいだわ。はい、山の方に来ました。でこの辺は結構ね、このクヌギみたいなのが生えててクワガタが取れるんですよ。でちょっと時期早いかもしれんけど、もういてもおかしくないんでちょっと探してみようと思います。ただちょっと雨上がりで、これ樹液なのか雨に濡れてんのかちょっとわかんないんですけど、頑張って探すか。隙間とかにいそうですね。はい、これねゲンゴロウを取ったところの近くの水路っていうか、これ普段もっと水少ないですよね。アホみたいに水が増えてます。倒れてますね。ただここガサガサしたらめっちゃ面白そう。あー、いろいろいそうですね。霧やばい本当にめっちゃ霧がかってきました。はい、というわけでクタクタになって帰ってきました。今回はですね、一番の目的がコロギスだったんですけど、前半の動画見てもらったらわかる通り、なんとかコロギスを取ることができました。で、コロギスね、持ち帰ってきて、もう軽く飼育環境は作ってあげました。またね、今度動画にしようと思うんですけど、こんな感じの飼育環境でコロギスは飼育していこうと思います。で、後半ではゲンゴロウも取れたし、まあ、結構天気が悪かったんですけど、まあ、天気悪いなりにいろんな生き物が見れたんでめちゃくちゃ楽しかったです。でまた6月になったら同じ場所に行って採集しようかなと思うんですけど、まあその頃にはマムシとかあとカマキリとかも結構見れるようになってると思うんで、まだそれらの生き物も狙って採集に行こうと思います。ぜひ動画楽しみにしておいてください。ってことでご視聴ありがとうございました。